私はもなめ、今から何も言うことはない。とにかく私は誇らしさでしょうね。一致団結して絶望に立ち向かう皆さんの姿、だからこそ私も戦うべく、私は私にしかできない戦いで、あいつに一矢報いてみせるです。それだけです。で、力を合わせて何から始めるんだ？モノクマファイルに書いてない死因の件から。試しに一旦全ての先入観を取り払っ、最初からあの槍が致命傷になったって全それ以外の可能性を確認しておいた方がいい。いろんな可能性って言われてもよ。槍以外で致命傷の可能性があるとすれば、右手のナイフぐらい。確かにひどい傷だったけど、致命傷にはならないんじゃないか。それを言ったら、両足の刺し傷と左腕。いきなり打ち止めか。でも、なんかまだ見落としてる可能性があるよ。だったら、片っ端から思いつく限り上げてみようぜ。そうですよ。こういう時こそ力を合わせましょう。槍以外の致命傷を考えましょう。右手のナイフは違うんだよな。それ以外の傷でもないんだよな。それらの傷を全部まとめて、出血多量で死んだってことはねえか。調子なわけないもんね。見た目に残らない死因だったのでしょうか。それに賛成だ。そうだ、その可能性を忘れてた。見た目には残らない方法って言えば、毒殺って可能性があったよな。毒殺？確かに見た目には残りませんけど、なぜ急に毒の話が出てくるのですか？思い出したんだよ。狛江田のコテージを調べに行った時に、そこにあった冷蔵庫の中にモノクマ特製の毒ってのが入ってたんだよ。毒？それも毒殺専用の毒だってさ。そっか、そういえばそうだね。あんな不吉なもの。もし死因が毒殺だとしたら、狛江田さんの体に直接的な傷は。ただ毒殺だと体に特徴的な死斑が出ちまう場合。へえ、さすが薬には詳しいんだな。どういう意味だ。でもいくら死斑が出たとしても、体があれだけ血まみれになってさすがに気がつかないよね。まさか自分の体に傷をつけたのは。そういう可能性もあるんじゃないかな。けどよ、狛江田は両手が塞がってたんだぞ。左手は縛られた上に槍を握ってたし、右手にはナイフが刺さってたんだもんな。指向性の毒でしたら、その前に飲んでおいた可能性も。いや、瓶のラベルにあった注意書きには即効性が。じゃあ無理だろう。死ぬ直前は両手が塞がってんだから。ここで硬くなる尻尾の登場だ。おめえはその尻尾を過大評価しすぎだ。そもそもあいつの口はガムテープで塞がれてんだぞ。どうやっても毒をやめないなら、無理かも。そう見せかけて、まだ可能性はなくな。あるのか。ねえよ、どう見ても槍で死んでんじゃねえか。むしろこれだけ可能性が絞られたら、逆に考えやすいか。消去法大作戦だよ。その手がかりは毒の血。
には繋がった。毒を飲んだわけじゃなくて吸い込んだ。その毒薬の注意書きに書いてあったんだ。気化すると危険って、気体を吸い込むと危険って意味だよな。毒ガスか。それなら鼻から吸い込めばいい。その毒ガスを倉庫の中で吸い込むけど、倉庫に毒ガスが蔓延してたんなら。そうか、倉庫のスプリンクラーだよ。俺たちはあれのおかげで毒。スプリンクラーのおかげで毒ガスが消えたのか。あのね、これも毒薬の注意書きに。か、なるほど、破水分解ですね。気体になった毒がスプリンクラーの水によって分解されてしまったのですね。その上、毒ガスは空気より重いらしいから、立ってた私たちには影響しなかった。逆に寝てた狛江だわ、思いっきり吸い込んじまう。これだけ条件が揃うってことは、きっとただの可能性じゃないんだろうね。はあ、あいつの本当の死因は毒殺だったんだ。あいつの全身の傷も、腹に刺さった槍も、俺たちを。そ、でどうしたんだよ。え、狛江田が毒殺で死んだってのは分かったけどよ、結局あいつが自殺ってのは変わらねえんだろ。だったらもういいじゃねえかよ。狛江田は自分が用意した毒を吸って死んだ。まあこれですっきりしたじゃねえか。本当の死因もはっきりしたこと。よし、すべての謎は解けたはずだ。安心して投票タイムに入れんだろ。いや、なんだよ、まだなんかあんのか。おい、どうした。もう迷い必要なんてねえはずだぞ。共犯者がいたかも。ななみさん、今狛江田くんが自分で持ち込んだ毒を吸って自殺した。どうしてあの現場にはそれらしきものが残ってなかった。それらしきもの。狛江田くんが倉庫に毒薬を持ち込んだなら絶対に残ってなくちゃ。そうか、それって毒を持ち運ぶための容器のことを言って、うん、持ち込んだ狛江田くんが自殺したなら容器がねえと持ち運べねえのか。ああ、それも注意書きに書いてあったんだけど。そんなの、あん時の火事で燃えちまっただけだろ。プラスチックかガラスの容器なんだよ。跡形もなくなるまで。同じプラスチックで作られた消火弾の容器だってちゃんと破片が残ってたのにさ。じゃあ誰かがその容器を処分した。それで共犯者か。そんなのありえませんって。だって共犯者なんて、つうかそれすらどっちでもよくないっすか。だって共犯者がいたところで狛江田が自殺したのは変わっ。そうだな、誰かが間違って現場から持ち。ああ、そうか、そうだよな、そうに決まってるよな。あ、そろそろ一件落着でいいんじゃね。それじゃあダメなんだ。は？あいつに狛江田に見透かされてる気がするんだよ。誰も犠牲にしたくないって理由で一番楽な狛江田の自殺ってだけで終わらせる。もしここに狛江田がいたら、きっと今の俺たちをあざけ笑うはずだ。
君たちの希望なんてその程度だったんだね。駒枝くんのゴーストが囁いちゃうんですね。うっぽぽ、死んだ仲間の友情パワーが炸裂なんて、いかにも少年漫画。ま、やっぱり歪んでるけどね。うるさい、本当に黙ってて。てめえの言いてえことはわかるけどよ。その容器の謎が判明したところで。だって、自殺なのは一緒なんだもんな。もし、共犯者がいたとしても、わざわざ暴く必要、さっき、クズリュウさんがおっしゃったように、誰かが間違えて持ち出しただけか。でも、真実から目を背けて、それで終われるとは思えないんだ。もう、いいじゃねえか。知らねえ方がいいことだってあんだよ。それに、俺らが気づかなかっただけかもしれねえだろ。毒を消火弾の容器に入れて倉庫まで持ち運んだんだ。消火弾の容器を使ったのか。ああ、そもそも毒が入れられてた容器は誰かにこっそり持ち出された。最初から持ち出す必要のない容器だったんだ。倉庫に持ち込む際にあれと同じ容器に入れておけば、俺たちが使った他の消火弾と紛れるから、後で容器を処分しなくても済むはずだ。あいつ、俺らが消火弾を投げるのはお見通しだったのかよ。ということは、駒枝さんは消火弾の中身を入れ替えたのです。ああ、そのはずだ。私は最初にあの消火弾を見つけた時、少し調べており、あの容器は蓋の下にさらにアルミで厳重に蓋をされていたはず。そんなの、蓋を剥がして中身を入れ替えればいいだろ。それはそうなのですが、ただ給湯室には入れ替えた痕跡な。ちょっと待て、アルミの蓋だって。ひなたくん、それってもしかして。だとしたら間違いない。やっぱり駒枝は消火弾の中身を入れ替えたんだ。だからそれはねえって。そのソニアさんの言葉が根拠になるんだよ。毒薬と消火弾が入れ替えられたってことだね。これで証明できる。見てくれ、
駒枝のコテージを調べた時、ベッドの下からこんなものを見た。ただのゴミじゃねえか。いえ、ただのゴミではなさそうです。私が見た消火弾の蓋もそれと同じような。消火弾の口に蓋をしてたアルミが。それにね、駒枝くんの部屋から見つかったアルミの紙くずが落ちてたベッドの下から。それって毒を消火弾の容器に入れるときに。危険な毒だからな。入れ替えの際に細心の注意を払ったんだろう。だからどうしたんだよ。お前らが消火弾の容器に入れて持ち込んだ毒薬を自分で吸って死んだんだろ。結局あいつは自殺じゃねえか。だったらもういいじゃねえか。それもそうだよな。容器を処分してねえってことはさ、やっぱ共犯者なんていなかった。ほら見ろ、やっぱ結論は同じじゃねえか。確かに共犯者っていうのは私の勘違いだね。そうですよね。それよりもっと恐ろしい真実だったんだよ。もっと恐ろしい真実。おい、今度は何を言い出すつもりだ。なんだよ、まだ続ける気かよ。さすがにもういいんじゃないですか。駒枝さんが自殺なのは間違いありません。よくないよ。ななのに。ごめんね。でも気づいたって何にだ。駒枝くんが毒の持ち運びに。だったらそれが持ち込まれたのはいつなのかな。そう考えてたら気づいちゃったんだよね。それが恐ろしい真実って。多分それは同時に行われたんだ。そうか、もしかして俺たちが消火弾を投げた時か。そうだと思う。私たちは倉庫の火事を消火しようとして毒が倉庫に持ち込まれ、そして毒ガスとなって。だとすると毒を持ち込んだのも俺たちの中の。なんだよそれ。この中の誰かが毒入りの消火弾を投げて。ちょっと待てよ。だったら狛江だわ。自殺じゃないってことになるの。なんだよそれ。言ったじゃねえか、駒枝は自殺だって言ったじゃねえか。それなら駒枝を殺したの誰が真犯人なのかって。わかるのか。駒枝くんを毒殺した、毒入り消火弾を用意したのって。そうか、そんなの駒枝だろ。その話はさっきしたばっかりじゃないか。じゃあその毒入り消火弾を投げるきっかけに。そうか、それもお前だろ。おい、同じこと何回聞いてんだよ。次が最後だよ。今までの事実を踏まえ、お前田くんが倉庫に放火した理由は。もしかしてあいつは俺たちに消火弾を投げさせるために倉庫に放火したのか。火を消させるために火をつけたってのか。なんでそんなことを。罠だったんだよ。罠。毒を用意したのも、毒を投げるきっかけを作ったのも、何もかも駒枝くんの仕業だった。全部私たちの誰かに毒入り消火弾を投げさせるための罠だったんだよ。だからその誰かってのは誰なんだよ。それはわからない。きっと投げた本人にさえわからないんだよ。は？まさかそれが狛江田の罠なのか。これは誰かが故意に行った殺人じゃない、狛江田にやらされた殺人だったんだ。そのためにあいつは中身を毒に入れ替えた消火弾をあの中に紛れ込ませておいたんだ。誰にもわからない犯人を仕立て上げること、それが狛江田の本当の目的だったんだ。なんだそりゃ。
前田さんは自殺ではなく他人を使って自分を他殺させたと。そのために小前田くんは誰かに自分を殺させるための罠を仕掛けた。毒入り消火弾もあの火事も罠、火元をカーテンに選んだのだってそう。あそこで私たちがカーテンに向かって投げた消火弾はどれも床に落ちてから割れていた。そのおかげで床に仰向けになった小前田くんは空気より重い毒ガスを効率よく吸えたんだろうね。そして、待てよ、そういうことならその毒が死因とは言い切れねえだろう。槍を握ってた手を離したのは毒のせいかもしれねえが、直接の死因がどっちだったかなんて。だとしても槍を落とすきっかけになったのはその毒薬だったわけだから。そうですね、その毒薬を吸わせた人物が小前田君を殺した犯人となりますね。マジかよ、それがあいつの罠だったんだ。自分の全身を執拗に傷つける自殺すらこの真相の偽装工作にしか過ぎなかったんだ。あいつの本当の目的は誰にもわからない犯人を作り上げること、推理だけではどうしようもない謎を俺たちに突きつけることだったんだ。きっと自殺が偽装工作だとバレることまでは彼も想定してたんじゃないかな。解くことができる謎は結局解かれる運命にあるからね。けど彼はその先に解くことができない謎を用意しておいたんだよ。謎を解いていき、希望を積み上げていったところで巨大な謎を叩きつける。解けない謎はないと思い込んでるお前らはそこで勝ってない絶望を味わうことになる。つまりあいつは今までの学級裁判の展開自体を自分のトリックの布石にしてたんだね。全ての謎が解けるとは限らない。プップップ、お前らくんらしいひねくれたトリックだね。めちゃくちゃだ、そんなのめちゃくちゃだろ。私のせいです、消火弾があるなんて言い出してしまったせいで。申し訳ありません、私を犯人にしてください。そういう問題じゃねえだろ。ソニアさん悪くないっすよ、きっとそれも小前田の悪巧みのせいっす。で、俺らはどうすりゃいいんだ、どうやって犯人を突き止めればいいんだ。無理だ。無理？その判断のつかない状況こそが小前田の狙いだったんだ。だからもう、ですけど犯人がわからないのは小野熊さんだって一緒ですよね。そうだ、あんな監視カメラ程度でそこまではっきりとわかるわけねえって。小野熊がわかんねえなら裁判は無効だなあ。そうだろ。あのね、監視カメラがどうとかそんなせこい話ではなくてですね、僕にはこの島のどこで何が起きてるか手に取るように分かるんですわ。実際ソニアさんは昨日は3回もトイレに行ったよね。そのうち1回は大きい方の。やめてください、僕先に行けなくなってしまいます。なんでそんな羨ましいじゃなくて、とんでもな能力があるんだよ。というわけなので、もちろん裁判は無効じゃありません。頑張って犯人を挙げてください。当てろって言われても方法もねえのにどうやって当てろっつんだ。諦めるしないのですか。うん、諦めるのはまだ早いよ。あるのか、犯人を突き止める方法が。なんとなくだけど、もしかしたらそうなんじゃないかって可能性は一つだけあるかも。本当か？あのさ、もう一度最初から小前田くんの犯行を振り返ってみてもいい？なんとなく浮かんだ私のアイデアが本当に正しいかちゃんと確かめてみたいんだ。だから日向くん、お願い。
わかった。じゃあやるぞ。今回の事件を仕組んだ張本人は被害者だった狛江田自身だったんだ。あいつはその計画のために必要なあるものを自分のコテージに隠し持っていた。オクタゴンから持ち出していたモノクマ特製の毒だ。狛江田はその毒を軍事施設にあった手袋とガスマスクを身につけた上で、ぬいぐるみ工場の給湯室から持ってきた消火弾の中身と入れ替えたんだ。その際にあるものが証拠として残った。それが消火弾の青いアルミの蓋だったんだ。そうやって毒薬入り消火弾を完成させた狛江田は、それを手に工場へと向かい、給湯室に大量に置いてあった消火弾の中にそれを戻したんだ。そして翌朝、俺たちの前に現れた狛江田は
爆弾を別の場所に隠したと告げると、俺たちにその爆弾を探させている隙に自分はグッズ倉庫へと向かった。そこで駒枝は放火の仕掛けのためにモノクマのパネルをドアから一直線に並べ、並べた先のカーテンの前に火をつけたオイルライターを置いたんだ。そこから駒枝は自分が考えた狂気的な計画を実行していくんだ。まずネズミ城から持ってきた槍の鞭の部分を天井の梁に通し、グッズ倉庫の奥に結びつけておいたロープで自分の手足を縛っていった。ただしそのロープのうちの一つだけは事前に焼き切ってあったんだ。そうやって両手両足が縛られたと偽装しつつ、右腕だけを自由な状態にしておいた駒枝は、天井の梁を通した鞭の先端をしっかりと左手に握らせておいた上で、ぶら下がる槍の下で仰向けの状態になったんだ。駒枝の狂気的な計画はそこからが本番だった。あいつは普通じゃ考えられない行動を実行していった。まず自分の口をガムテープで塞いで悲鳴を上げてしまわないようにしてから、自分の左腕や両足の太ももを次々とナイフで傷つけていったんだ。そして最後に、ぬいぐるみに固定したナイフに自分から右手を突き刺したんだ。両手両足を封じられた上に拷問されて死んだんだと俺たちに思い込ませるためにだ。それでも駒枝はまだ槍を手放さなかった。あいつの計画はまだ終わりじゃない、むしろここからが本番だったんだ。その頃俺たちはぬいぐるみ工場でようやく駒枝のメッセージにたどり着いていた。そのメッセージを見た俺たちはすぐにグッズ倉庫に向かったんだけど、それは駒枝の思惑通りだった。そこでドアを開けたことがきっかけとなって、ドミノ倒しのトリックが作動し、そのまま薄暗い倉庫の中を倒れていったパネルはライターを倒し、そしてカーテンに火をつけた。突然の火事に驚いた俺たちはすぐに工場の給湯室から消火弾を持ってきた。そしてその消火弾を火元のカーテンめがけて次々と投げつけたんだ。その消火弾の中に駒枝が用意した毒薬入り消火弾があるなんて考えもせずにな。地面に落ちた毒薬は炎の熱で気化し、その周囲に充満していった。毒ガスはすぐにカーテンの裏側にいた駒枝の元まで届いた。しかもモノクマ特製の毒は気化すると空気より重くなる性質があったから、床に仰向けに寝ていた駒枝の付近はその毒ガスですっかり充満していたはずだ。そこで即効性のある毒を吸い込んでしまった駒枝は即死じゃないまでも気を失い、そして左手に握っていた槍の鞭を手放し、落下してきた槍によって腹部を貫かれてしまったんだ。これが駒枝の仕組んだ計画の全てだ。あいつの本当の目的は俺たちの中の誰かを犯人に仕立て上げることだった。その誰かは今となってはわからない。それは
犯人でさえ自覚していない犯人なんだ。いくら推理しても決してたどり着けない真相、それが狛江田の罠だったんだ。犯人を決められないこの結末こそが。これが狛江田が仕組んだ罠の真相ってことになるはずだ。どうなんだ、七海。犯人を突き止める方法ってのは使えそうか？あの、七海さん？やっぱ無理なのかよ。適当に投票するしかねえってことか？今の話は、どれも当たってると思う。だからこそちょっと疑問に思ったんだけど、本当に犯人は誰でもよかったのかな。前に狛江田くんが言ってたよね。信じるって気持ちだったんだよ。私たちならきっと消火団に気づいてくれるはず。私たちならきっと消火活動を始めてくれるはず。私たちならきっと罠に落ちてくれるはず。お前田くんはそうやって私たちを信じることで命がけのトリックを実行に移したんだよ。何が信じるだよ。で、それがどうしたんだ。もう一つあったよね。狛江田くんが心の底から信じてたものがさ、それを思い出してほしいんだ。そうか、あいつが信じてたのはあいつが持つ超高校級の幸運の才能だ。最後の最後に信じられんのは自分の才能しかねえってことだったのかな。別に珍しいことじゃねえだろ。ここにいるほとんどのやつがそうなんだ。ただ彼の場合は特にそれが顕著だったよね。ほとんど盲信的ってレベルじゃなかった？そうだな。ドッキリハウスでファイナルデッドルームをクリアした時だってそうだ。
あいつの運がどうしたんだ。今回の事件とは何も関係してないよな。何も関係してないのが変だと思ってさ。私たちを信じる気持ちをトリックに組み込んでおいて、自分の運は組み込まないなんて、うん、そんなわけなかったんだよ。だってあの小前田くんだもんね。あいつは何をしたんだ。あのね、誰でもよかったわけじゃないんだよ。彼にはちゃんと標的がいたんだよ。犯人に仕立て上げようと狙っている標的がね。標的って誰だよ。その正体が誰なのかは小前田くん自身にはわからない。彼はそこで超高校級の幸運という才能に頼り、その運を自分の計画に取り込んだんだよ。自分の幸運があれば狙った標的が毒入り消火弾を手にするはずだと信じて。運任せの計画ってことですか。そんなもんに命を懸けたってのか。運任せだからこそ命を懸けたんじゃないのかな。超高校級の幸運である彼としてはね。それって誰なんだ。小前田が狙ってた標的って誰なんだ。そうか、そうか、裏切り者だな。小前田は裏切り者を狙ってたんだな。じゃああいつは裏切り者をあぶり出すために自分の運を頼ったってのか。小前田くんは最後まで裏切り者の正体を知らなかった。だから自分の運を頼るしかなかったんだよ。じゃあ、あいつがビデオメッセージで言ってたのは。そうだろうね。あの時点でもう彼の計画は動き出してたはずだから。けど裏切り者をあぶり出すだけなら何も犯人に仕立て上げなくてもいいじゃねえか。さあ、おかげで俺らは大ピンチだぞ。裏切り者を乗り越えてみせろってことだろ。裏切り者の正体を暴いてその絶望を乗り越えてこそ俺らの希望は輝く。あいつの言いそうなことだな。モノミちゃん、言いたいことがあるみたいだけど黙っててね。以上で私の推理は終わりだよ。小前田くんの計画は裏切り者に自分を殺させること。どうする、みんなは私の推理を信じる。信じるしかないだろう。信じなきゃ今度はこっちが運頼りで投票する羽目になっちまうもんな。でも信じたからってどうすりゃいいんだ。だってその裏切り者がわかんねえんだったら投票のしようがねえじゃねえか。そうですよね。今さら名乗り出てくるとは考えにくいですし、もしあの爆弾騒ぎの時にさ、裏切り者が名乗り出てたらどうなってたのかな。お前田くんもあんな無茶まではしなかったのかな。え？でもね、仕方ないんだよ。名乗り出たくてもできなかったんだよ。だってそんな風にはできてないから。ななのみ？どうしたんですか、ななみさん。
しっかりしてください。だからね、私はみんなに当ててもらいたいんだ。当ててもらいたい？当ててもらいたいんだ。それどういう意味だよ。日向くんは誰だと思う？未来機関の一員としてみんなの中に送り込まれた裏切り者って誰だと思う？なんで？みんなとは違うってことに疑問を持つことすら許されず。なんでだよ。裏切り者としてしかみんなと接することができなかった。なんでなんだよ。その人はそういう存在だから。そういう存在としてしか存在できないから。だからなんで。裏切り者って誰だと思う？日向くん、お願い。お前が、そうだったのか、ナナミ。お前が裏切り者の正体だったのか。ちょっと待って、待ってください。ああ、正解されちゃった。さすがだね。うん、大正解だよ。あのね、裏切り者って私なんだ。みんなの中に混じってた未来機関の人間ってね、私のことなんだ。おい、ナナミ、マジで言ってんのか？ナナミさんが裏切り者だなんて、嘘ですよね？冗談ですよね？ごめんね。本当なんだ。おい、なんで謝んだよ！どういうことだよ。おめえは今まで俺らを騙してたのか？騙されてなんていませんよ。だってずっと一緒に頑張ってきたじゃないですか。ずっと助け合ってきたじゃないですか。七海さんが裏切り者だなんて、未来機関なんて恐ろしい組織の一員だなんて、そんなの嘘に決まってます。待ってください。未来機関が皆さんが思ってるような組織じゃ。待ってろ。俺はナナミと話してんだよ。ううん、話すことなんてもうないよ。なんでだよ。だってもう犯人もその正体も分かったことだし。だからあとは投票タイムだけだよ。待てよ。俺はまだ納得してねえぞ。あなたが裏切り者だとおっしゃるなら、ちゃんと納得のいく説明をしてください。納得しないまま投票なんてできないって、さっきナナミさんも言ってたじゃないですか。なあ、おめえが本当に裏切り者なら、どうして自分から名乗り出るような真似をしたんだ。おかしいよな、いきなりこのタイミングで名乗り出てくるなんてよ。確かにおかしいよね。むしろどうして私にそんなことができたんだろうね。多分どうしてもみんなを守りたかったからかな。ねえ日向くん、ちょっと頼んでもいいかな。頼む？俺に？私が裏切り者だってことを証明してほしいんだ。何言ってんだよ。なんで俺がそんなことを。何もかも話してあげたいんだけどさ、やっぱりそうはいかないんだよね。だからお願いするしかないんだ。私は君にお願いしたいんだよ。君ならきっとそれを証明できるはずだから。できるとかできないの問題じゃない。分かってるのかよ。そんなの自分を殺してって言ってるのと同じだぞ。そんなの俺にできっこないだろう。本当にごめんね。でもこれしか方法がないんだ。だからお願い。やるだけ
やってみるしかねえみてえだな。そいつが裏切り者だなんて信じたわけじゃねえが、確かめねえわけにもいかねえもんな。いっそのこと化けの皮でも剥がれてくれたら俺らも納得できるんだけど。化けの皮なんかありませんよ。だってナナミさんは裏切り者なんかじゃないもん。モノミちゃん、ヒヒヒ、お会いに行く手もできたね。あたしはね、そんな女の仲間なんかじゃないですよーだ。そんな女のことなんか何にも知らないですよーだ。ねえ、それでかばってるつもり？下手くそだな。あたしはいつも一人ぼっちで仲間なんてどこにもいないし。だから、ナナミさんとも何も関係ないんですって。ひなたくん、頼まれてくれる？ななみさんなんか仲間じゃないやい。私はななみさんなんか大嫌いなんだい。前田のコテージを調べたとき、俺が見つけたウサミのマークが入ったノート。あれってお前のノートだよな。小前田がお前から盗んだノートなんだよな。知らない知らない。まさかそこに裏切り者の正体が書いてあったのか。はい、そういう展開になると思ってちゃんと持ってきましたよ。いつの間に。そのノートをよこしやがれ。あれ、なんだこれ。物見の絵日記か。どこに裏切り者の正体が書いてあんだよ。きっと小前田もそれを期待してこのノートを盗んだんだろうな。でもこのノートから裏切り者の正体もわからない。もちろん小前田にだってわからない。ただし俺だけは別なんだ。おめえにはわかるってのか。今になってようやく。けどな、そもそもそれは物見の日記なんかじゃない。じゃあこれを書いたのって。物見とつながってる誰か、つまり裏切り者と考えて間違いない。とするとこいつは裏切り者から物見に当てた。俺らの行動を監視して物見に報告してたって証拠だな。ですがそこからどうして裏切り者の正体がわかるのですか。それは俺とある人物しか知らないはずのやりとりが。
そのノートにはこんな記述があったんだ。その通りなんだ。確かに俺はファイナルデッドルームに入ろうとした。でもそれを知ってるのってそうなんだ。それを知ってるのはナナミだけなんだ。だからこんなことが書けたやつなんてナナミ以外には考えられないんだよ。何かの間違いです。だってナナミさんが裏切り者なら、今までナナミさんと一緒に過ごしてきた時間は何だったんですか？あれも全て偽りだったというんですか？ソニアさん、ナナミさんはモノクマさんに操られているんです。だからみんなで助けてあげましょう。俺だってまだ納得してねえぞ。だっておめえが裏切り者なら爆弾を見つけた時にあんなことするわけねえ。そういや、ナナミは真っ先に自分の生徒手帳をカードリーダーに通してたな。裏切り者の生徒手帳だけに反応するって言われて。ありえねえだろ。裏切り者ならもっと警戒してるはずだぞ。きっとナナミは爆弾が偽物だって知ってたんだ。知ってたって？違います。そんなの絶対に違いますって。どうして日向さんはそんなことを言うんですか？そんなにナナミさんを裏切り者にしたいんですか？そんなわけないだろう。私は信じません。ナナミさんが裏切り者だなんて絶対に信じません。だってそんなわけがないんです。でもそれじゃあ誰も救われないんだ。ナナミさんは裏切り者じゃありません。爆弾の解除を試したとき、ナナミは真っ先に試してたよな。裏切り者ならもっと警戒するはずだ。この爆弾が偽物かどうかはナナミさんには分からなかったはずです。あの時点で偽物だと知っていたのは実際に爆弾を使った私だけです。爆弾にかなり詳しくねえ限りは見ただけで偽物かなんて分かりっこねえ。ナナミさんは裏切り者じゃありません。爆弾の解除を試したとき、ナナミは真っ先に試してたよな。裏切り者ならもっと警戒するはずだ。この爆弾が偽物かどうかはナナミさんには分からなかったはずです。あの時点で偽物だと知っていたのは実際に爆弾を使った私だけです。そうじゃないんだ。違うだろう。あれが偽物だって知ってたのは軍事施設の爆弾が偽物だと分かったとき、そこには物見もいた。お前自身がそう言ってたはずだぞ。そうなんですか？ナナミはそれを物見から聞いたんだ。だから爆弾が偽物だってことを知ってたんだ。バレちゃったから白状するとね。偽物だって知ってたのにみんなに言えなかったのは物見から聞いたっていう経緯まで説明しなくちゃいけなくなるからだよ。聞きたくありません。
です。それ以上言わないでください。私はもう嫌なんです。もう誰も疑いたくありません。ソニア。それに爆弾が偽物だと知ってたからって、だからって、その人が裏切り者だなんて決め、爆弾が偽物だと知っていても、ラナミさんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。爆弾が偽物だと知っていても、ラナミさんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。爆弾が偽物だと知っていても、ラナミさんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。爆弾が偽物だと知っていても、ラナミさんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。爆弾が偽物だと知っていても、ラナミさんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。偽物と知ってることが重要なんじゃない、誰にそれを聞いたかが重要なんだ。そうだ、物見に聞いたってことがだ。あの爆弾が偽物だと知っていた人は、私と物見さんの他にもいたはずです。それはモノクマさんです。先ほどモノクマさんは島のことなら何でも、ナナミさんはモノクマさんからあれが偽物だと事前に聞いたの。そうだな、モノクマなら爆弾が偽物ってことだけど、モノクマは誰にもそれを話してなかった。いや、こういう時のあいつは嘘なんてつかない。そんなことはお前だって。ひなたさんは、七海さんよりもモノクマさんを信じるのですか？そうじゃない。それによ、七海が裏切り者だったとしても、本当にそいつに投票していいのか？要はそれって、小前田の運を信じるってことだろ？そうじゃないんだ。あいつの運に乗っかれってのか？あんな奴に俺らの命を預けろってのかよ。お前だなんて信じられるわけねえだろ。そうじゃないんだって。俺たちが信じるのは、小前田でもモノクマでもない。俺たちはナナミを信じるんだよ。え、裏切り者がどうとか、裏切り者がナナミだったとしても、そんなの俺の知ってるナナミじゃない。俺が信じるのは、今まで俺たちと一緒に過ごしてきたナナミだけ。そのナナミが命がけで俺たちを守りたいって言ってくれた。だったらそれを信じるしかないだろう。そうでなくちゃ誰も救われないじゃないか。ちくしょう。ねえ、ちょっと聞いてくれるかな。あのね、悲しむ必要はないんだよ。だってこれは今までのとは違うもん。みんなは今までみたいに
誰かを疑って生き残っていくわけじゃない。みんなは私を信じて生き残っていくんだよ。あなたを信じて、あなたを犠牲にしろとおっしゃるのですか？そんなの残酷すぎますよ。ごめんね。千秋ちゃん、もなみちゃんもごめんね。こんなことになってきっといろんな人からすごく怒られちゃうよね。でもね、私はどうしてもみんなを守りたかったんだ。それにそうできることが嬉しいんだよね。正しいか正しくないかは私が決めることじゃありません。ただあなたがそんな風に思えたことはとってもすごいことだと思う。奇跡なんて呼べるかもしれないでしょね。ねえ、さっきから何を二人で話してるの？みんなポカーンってなっちゃってる。わかってるよ。投票タイムでしょ？ななみ。心配しなくても大丈夫だよ。私を信じて、私に投票して。そっか！なんで、こうなっちまうんだよ！でも、だからよ。
うぷっぷっぷ。
みちゃん。ふい。あのね。信じようよ。あたしは。ね。こんちくしょう。あの。お聞きください。つーか。やべえな、こりゃ。ほら！ぷぷぷぷぷ。守ってあげられなくて。最後に一言だけ先生っぽいことを言わせてください。英雄になる必要なんてないんですよ。無理に誰かに認められなくてもいいんだからね。そんなことで自分を責めたり他人を責めたり、そんで誰かに嫉妬したり。でもね、そうじゃないんです。他人に認められなくても自分に胸を張れる自分になればいいんです。だって自分自身こそが、そうやって自分を好きになれば、その愛は一生自分を応援し続けてくれますよ。ラーブラーブ。バイバイ。みんな大丈夫だよ。輝かしい未来はいつだって君たちの前に広がっているから。本当だよ、絶対だよ。だって私にはわかるんだもん。バイバイです。皆さん、先生のこと忘れないでくださいね。では張り切っていきましょう。お仕置きタイム。
る。なんと、ふぅ。あ？
Thank you.